石室開口部蛇塚古墳は、京都府京都市京区渦正にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡に指定されている。京都府で、最大規模の横穴式石室を有する、前方公園墳であったが、墳丘報道は失われ、現在は露出した石室のみが残る。京都盆地の西部、佐賀の大地の南園に築造された古墳である。名称の、 ヘビ塚は、石室内に、ヘビが生息していたことに由来するという。1920年頃までは、噴球の一部を残していたというが、現在までの宅地化によって、噴球放道のほぼ全てが失われている。1936年に、京都帝国大学考古学研究室による調査が、実施されている。噴径は、前方五円形で、前方部を南西方向に向け、 噴球町は約75メートルを測った。噴球は現在までに失われたが、噴景の名残は現在も周囲の宅地区画に見られる。現在では公園部の埋葬施設として巨石を用いて築かれた横穴式石室を露出する。この石室は南東方向に開港し、全長17.8メートルを測り、石舞台古墳にも匹敵する規模になる。 石室内には、家型石棺があったと伝わる。この蛇塚古墳は、古墳時代後期の6世紀末から7世紀初頭頃の築造と推定され、現存する京都府の前方後円墳としては、最後期に属する。被葬者は明らかでない。佐賀の地域では、天塚古墳、清水山古墳、四滴山古墳、蛇塚古墳などの前方後円墳を中心とする6世紀。 以降の後期古墳が分布するが、これらは、佐賀の一体を開発した、トライ系氏族の二十の活動に関係すると見られ、主な古墳は、二十の主張墓と推測されている。石室域は1977年に、国の史跡に指定された。現在は崩落の危険があるため、石室内部が、鉄枠で補強された上で、石室の周囲はフェンスで囲われて施錠され、 普段は出入りできないようになっている。古墳の推定規模は次の通り。埋葬施設には横穴式石室が使用されている。石室の規模は次の通り。石室の構造は原質の真ん中に沿道を取り付け、原質の幅は沿道に比べて広くするという両袖型に該当する。側壁、奥壁との巨石を2.3段に積んで形成されるが、 天井石は一石を依存するのみである。この原質内には、家型石棺が存在したと伝わる。石室の規模は、原質の幅の点では、石舞台古墳を超える。また、原質の床面積の点では、高倉山古墳、高森塚古墳、石舞台古墳に次ぐ、全国第4に位に位置づけられる。なお、石舞台古墳の石室は、花崗岩であるが、 蛇塚古墳の石室はチャートである。京都盆地北園は丹波総群に海底でできた地層に属するチャート、砂岩、血岩などが産地を構成しており、チャートは京都市北部に多く見られるが、石室石材がどこから運ばれたのかは不明である。蛇塚古墳をはじめとして、右京区の佐賀、渦政地区には数多くの古墳があったが、 都市開発によって消滅したものが多い。現存するものとしては以下のものなどがある。ありがとうございます。